はい、皆さんこんにちは、ゾンさんです。今回はアップルさんから iPhone の13 Pro をお借りしたので、実際にね、どういう風な映像を撮れるのかっていうのをご紹介していきたいと思います。で、実際にですね、今回新しく実装されたシネマティックモードがあるんですけど、まあ、それのボケ感とかですね、どういった映像が撮れるのかっていうのを、実際にね、ここで撮りながら、皆さんに解説していきたいと思います。あとはですね、12 Pro とかですね、11 Pro もあるので、まあ、比較しながらね、楽しんでいただければと思いますので、実際にね、撮影していきたいと思います。で、まあ、普通のビデオだったら、0.5倍、まあ、これでもめっちゃ綺麗ですね。1倍と、まあ、今回3倍になってるんですけど、新しく今回機能30 Pro からですね、実装されたこのシネマティックモードですね、もうすでにもうボケ感がすごいですね。普通のビデオだと、まあ、どうしてもやっぱボケ感が出ないんですけど、シネマティックモードにするとかなりもうボケ感がすでに出てますね。これだけでももう全然綺麗じゃないですか。で、F 値ですね、 F 値もここでかなり 2.0 まで絞れるんで、かなり絞ってあげるとボケ感がすごいですね。 F2 まで絞るとこんな感じですね。おー、すごいですね。シネマティックモードは3倍があるのか、3倍があるんでなんですけど、3倍だとかなりのボケ感が出ますね。なるほど、すげーなこれ。おー、ただちょっとやっぱこう顔のところのエッジ部分が綺麗に出てないんで、まあ、もう少し F 値上げてあげて、まあこれぐらい5とかでも全然これでも多分綺麗に出るんじゃないですかね。これすごいな。うわ、はい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 。じゃあ実際にちょっとまあ回転のやつ撮っていくか。そうね、じゃあさっきのさ、くるくる回るやつちょっと撮る。ちょっと中心、あ、そうそうそう。で、F 値をちょっとまあせっかくなんで2ぐらいにしておきましょうか。ボケ感をね。じゃあいきますよ。よーい。はい、スタート、回る。ああ、いいね。はいはいはい。もうちょっとゆっくりめに。はい、あ、いいねいいね。ああ、うわ、えぐ。はい、オッケー。よくない？すごい。ちょっと振り返るパターンもらっていいですか？これ3倍ズームしたらめっちゃボケるんよ。一回撮ってみようか。じゃあ3倍なんでちょっとブレるんかな。いきます、よーい、スタート。はい、振り返る。はい、カット。じゃあ振り返ったとこでちょっと止まる。後ろそのまま 2,3 歩歩く感じ。こっち見ながら、もう一回いきます、よーい、スタート。はい、はい、振り返る。やば。これすごいな。やば、これすごいな。これ3倍。3倍がえぐい。うわ、すげえなこれ。やば。これ映像今多分、まあ、流れてると思うんですけど、シネマティックモードは1倍と3倍で撮れるんですけど、なんかもともと 0.5 だと結構ブレなかったりするんですけど、1倍3倍でも全然ブレないんで、これ普通にも1倍で、まあ、スタビライザーとかなくてもワンチャンいけるって感じですね。でボケ感出せて、でこれ HDR 撮影できてるんで、結構まあ色の編集とかもしやすいっていうところと、結構明暗差が激しいところでも綺麗な映像撮れるんじゃないかなって感じするんで、めちゃくちゃこう使ってみて今初感としてはめちゃくちゃいいですね。ここが12 Pro と違うところかなと思うんで、ちょっと12 Pro でも実際どういう映像撮れるかっていうのを比較しながらやっていきたいと思うんで、ちょっとね12 Pro の方を用意したいと思います。じゃあね、実際に、他のやつと比べていきたいと思います。で、今あるのが12 Pro Max ですね。で、これが、11 Pro Max なんで、まあ、ちょっと12 Pro Max から撮っていきたいと思います。これはこれでも綺麗なんよな。あ、本当だ。あー、おー。
まあ綺麗やなやっぱね。あ、やっぱり普通に綺麗っすね。普通に綺麗やな。綺麗なんだよな。しかもあんまブレてないっていう。すげえ。まあ、ちょっとこのボケ感の違いかな。いやでも全然違うな。やっぱ奥行きがなんかボケ感がやっぱ違うな。あ、普通の 2.5 だとまあこれぐらいなんで、まあね確かにっていう感じですね。じゃあ次12 Pro、 11 Pro か、ちゃうわ、11 Pro かな、11 Pro Max で撮る場合ちょっとやっていきたいと思いますね。11 Pro で、はい、撮る場合はわあこれもまあ綺麗っちゃ綺麗ですね。じゃあ行きますね。よースタート。結構綺麗なんだよな。うん。いや結構綺麗。結構綺麗やけどやっぱボケ感がやっぱ全然違うんで、まあ、今回はやっぱそのシネマティックモードが新しく実装されたってことなんで、やっぱここのボケ具合はやっぱ全然違いますね。やっぱ iPhone ってこうボケ感なかったんで、この奥行きというかそのものを際立たせたりとか奥行きを出したいみたいな時とかってやっぱ一眼の方がいいなと思ってたんですけど、今回このシネマティックモードで結構ほんと一眼レフに近づいてきたなっていう感じあるんで、ぜひね皆さんもねちょっと使ってみていただければと思うんですけど、なんかもう映像が綺麗なのと、やっぱり今3台比べたんですけど画面がやっぱり一番明るくなってきてるんで、その外のこういうなんか明るい太陽が出てるところでもこう画面を見ながら撮影できるんで、そこはめちゃくちゃありがたいなと思いましたね。11とかだと、まあ、明るいんですけど13に比べてやっぱちょっと暗かったんで、その実際にその被写体がちゃんと中心に置けてるのかとか撮影するときに結構気になる部分あったんで、まあ、その辺も含めるとかなりいいかなっていう感じがするんで、実際ねじゃあ13の方で、ちょっといろいろ撮りながら作品作っていきたいなと思います。はい、じゃあね次のスポットに移動したいと思います。すごいな。あと音声やな。あ、これどれぐらい聞こえてるんやろ。これぐらいの近くで喋ってたらある程度拾ってくれるんかな。結構でも街の音とかうるさいからな、もしかしたらちょっとガヤガヤしてるかもしれへんな。だから Vlog みたいな感じでこうやって喋りながらやるっていうのもめっちゃいい。周りの人もボケて、ほらこの辺の、あ、今のこっち、あ、奥にピントあった、あ、奥にピント、しかもこのシネマティックモードってピント後から全部変えれるんや。だから例えばまあ今奥の人に例えばねピントがいっちゃったみたいなことになっても、うん、編集で全部自分のとこにピント戻せるから、すごっ、めちゃくちゃいいんよな。だから意外に Vlog 編集でカメラじゃね、自分にピントいけるんですね。いける、だからめちゃくちゃ強い。インカメやのにマジで綺麗、すごい綺麗、緑がすごい入る、ね、緑めっちゃ綺麗やこれ、すごっ。両方無理なんだ。両方無理やな。じゃあだいたい中撮るときはもう自分だけがメインですよね。そのシネマティックを使うってなったら、そうやな。だから大人数やったらシネマティックじゃない方がいいかもしれないってことです。あ、いけたわ。16、あ、でも FD16 にしても別に暗くならないですね。そうやな、そうやな、確かにそれすごいね。あ、え、いいじゃん、めっちゃいいじゃん、これすげえぞ。これだって後からピント合わせるし、うん、ぼかしたければこれでぼけるやん、うん、え、これすごくない。この人消したいって、ユンちゃんを消したいってなったらもうぼかしたらいいし、うん、あの俺に合わせたかったら、ほら俺に合うで、すごいね。え、すごいね、すごこれ便利。はい、ということで浅草の、浅草寺に到着したんで、今からね、この iPhone のシネマティックモード使いながらちょっとこうカメラワーク入れながら、撮っていきたいと思います。で、一応今考えてるのが、この入り口のところで、まあ、私服から傘を使ってトランジションして、まあ、着替えた後、浅草寺の中をちょっと回っていくみたいなことをできたらいいと思ってるんで、まあ、その辺をね、撮っていきたいと思います。はい、ということで早速ね撮っていきたいと思います。
あ、かっこいいですね。赤かっこいいな、うん、迫力がすごいあります。赤だな、うん、赤にしよう。